東京カメラやっぱり桜見に来ちゃったね、行ってみましょう手ぶらで来ようかなっていう話をしていたんですが、結局カメラ持ってきた結果はそういうことになりますわね。ちょっと気になっちゃうよね。撮れるかどうか分かりませんが、ちょっとお散歩だけしてこようかなと思います、ね。今夕方の目黒川で、これから中目の方までまたいつものルート歩いてみたいなと思います。それではご覧ください、どうぞ。あ、大丈夫です、邪魔になってません、はい。足元にもですね、桜の花びらが散って、もうだんだん茶色くなって乾燥しているというのもいっぱいありますね。川の方にも花いかだがたくさん出来上がってきております。何百億万枚散るんだろうね。わかんない、どれくらいだろうね、ぼりも散る。最近ですね、加藤さんがダイレクトマニュアルフォーカスを、使い始めました。前回の動画で私ダイナミックって言いましたが、ダイレクトだったみたいです。すみません、電マニュアルフォーカスですか。うちはそうですね、 D がつくもの全部 D だね。そうだね、花びらの数が少し減ってますね。一番早かったしだれ桜はすっかり葉っぱですね。萼は残ってるみたいだけど、うん、早いね。この辺まだ楽しめそうだ ね。いやー、よかったよかった、来てよかったね、うん。
撮ります。大丈夫？大丈夫です。大丈夫？大丈夫です。違うんじゃない？元気ですか？なんか元気です。これはかなり美しいですな。綺麗だ。宇宙。いや、綺麗ですね。宇宙ですよ。撮っても撮っても撮っちゃう。ほどほどにしてください。撮っても撮っても撮っても。とっても広瀬ですか。あ、そうそう。結局この花びらが減ったってことは下にたくさんいるってことですよね。そう、両方同時には楽しめないんですよね。そう、はい、ということで今日は花いかだを中心にお送りしております。言い訳ですかね、これはね。いや、あの、時間とともに移りゆく日本の四季。なんか出てきた。なんか出てきた。うん、何ですか。ちょっと鼻かんでてすいません。はい、どうしました。あの、今のお散歩ではね、桜散っていく感じをね、写真残したいなと思っております。はい、それもいいですよね。うん、それもいいなと思って、なんかこうね、1年耐えてそれで一生懸命咲いてくれて、満開の時だけ綺麗っていうのはちょっとよろしくない。ありがとうの気持ちを込めて今日は写真撮りたいですね。スモールライトでさ、小さくなってさ、この花のいかだの上に乗って海まで出る。ワクワってパクッゲホってやられてね、波乱万丈だよね。中目黒が近づいてきまして、白鷺がいらっしゃいます。いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。お三方、私のレンズではちょっと、斬新ですね。斬新でしょ。ポツンって真ん中に。こちらです。何度となく来ましたね、この場所もね。やっぱりぼんぼり出てよかったね。よかったですね。私はなんかもういろいろね、お店も出て、いい感じだよ。みんな楽しそう。
ですね、あのお花も綺麗だし、にぎわってて、なんか楽しい綺麗な雰囲気なんですけど、なんか私、なんかすごい寂しいですよ。なんか寂しい気持ちになっちゃった。もうこれで3回目ですか？ライトアップは2回目、ね、ライトアップちゃんとできてるのは2回目なんですが、まあ何度来てもいいですね。混み合ってるところ苦手なんですが、また来ちゃいました。まとめを話したいんですが、風が強くて加藤さんも私も喋れません。